でもやっぱいいね、雰囲気は出てるね、すごい。はい、皆さんお疲れ様です。今回はこちらの、リボルテック山口アイアンマンマーク6を、レビューしていきたいと思います。でこちらはね、まあ、前回に引き続きその大阪、いや大阪じゃないなこれ、滋賀県の琵琶湖の近くに何か海洋堂のガチャガチャがいっぱいあるお店があるんですよ。でそこって他にも海洋堂のなんか展示がたくさんある海洋堂ミュージアムみたいなのもあるんですけど、まあ、そのガチャガチャがいっぱいあったところの UFO キャッチャーの景品にこのアイアンマンがあったんですよ。これ以外にも確か筋肉マンのリボルテックも景品にあったんですけど、とりあえずアイアンマンだけ取れたんですよね。でしかも意外と安く取れて確か1000円かかんなかったと思います。で裏面はこんな感じ、まあ、やっぱリボルテックっていうとこうちょっとなんかロボットっぽい感じがする。昔は結構リボルテック欲しかったけどね、なんかいろんなラインナップあったらマーク5とかいろんなキャラを出してたから。でも今 SH フィギュアズとか他にもいっぱいあるから、まああえてリボルテックを買わなくてもいいというか、これも言うて定価1000何百円だか2000円ぐらいでしょ、まあ、とりあえずアイアンマンのマーク6って一個も持ってなかったから結構楽しい。これ裏面見てみると台座ついてんだね、すごい。はい、箱から出すとこんな感じで本体と、小さい台座こちらと、あとポーズつける時の台座と、エフェクトが2個と、攻撃する時の手首と、こっちも攻撃できそうな手を開いてる、手首が2つ付属しています。でさ、これ見た目見てみるともっとなんか全然期待値低かったんだけどさ、ね、いや結構似てるなっていう感じがする。なんかもっと全然安っぽいのかなと思ってたんだけど、まあ安っぽさはあるんだけど、シルエットがめちゃめちゃアイアンマンだったわ。なんかもっとガンダムみたいな感じかと思ったな、この箱の感じ見るとね。でもバリバリアイアンマンだよこれ。アイアンマン2に出てきたアイアンマンだよこれ完全に。でなんとなく勝手な想像なんだけど、リボルテック山口ってさ、可動に強みがあるのかなって思ったんだ。なんだけどまあこれ小さいサイズだからわかんないけど、意外とこう制限がある感じがしますね。肩パーツとかちょっと離れてないんでこう、なんか上がってるんですけど、なんかちょっと窮屈さを感じる感じ、で、あと一番問題なのがこの足首の部分で、ここが一番下のパーツが上にぶつかってこう足首に角度がつけられないんですよ。そのせいでこうなんか手で普通に立たせようとするとなんかバランスがそう後ろに倒れやすい、最初からなんか後ろに倒れやすくて、普通ここの足首を調整してちょっと前かがみにさせるみたいな感じになると思うんですけど、こう後ろに倒れやすいんですよね。これがまあ一番きついきついかな。ちょっとこうほら足をさ斜めにして今こう立たせてるんだけど、まあそういう風な工夫をしないといけないっていうのはちょっとめんどくさいかな。まあそのために台座がついてるのかもしれないですね。はい、可動を見ていきましょう。このアイアンマンの一番大事な飛んでる感じ出せるのはいい、出せてるのかな、意外と出せてないかもしれない。ではまあ回せるし上げられるんだけど、やっぱ肩パーツがねどうも引っかかる感じがする。そうね、あんまりなんか動かさない方がいい気がする。なんか割れそう、なんか擦れてる感じがするんで、あんま動かさない方がいいかもしれないですね。その割に肘がゆるゆるっていう胴体。
足は、あ、ここで分かれてんだ。なんか珍しいね。ここに、あ、こっちにもあった。間になんか一個パーツが噛んであるもん。それをこう全部動かせば足は上がると。で、膝は膝曲げやすい。足首はそのまま上がる。でもやっぱシルエットはすごくいいね。なんか手頃にこうガシガシ遊ぶぐらいならすごくいい。大きさ的には 3.75 インチよりちょっとでかいぐらいかな。6インチほどはない。 SH フィギュア2よりは絶対小さい。まあ、ちょっと水と並べてみるとこんな感じ。3分の2。まあもうちょいあんのかな。 もうちょい少ないかな。うん、半分よりちょっと大きいぐらいなんで、まあそうですね、結構小さめなんですけど、やっぱその分遊びやすさだったらあると思う。じゃあちょっとポーズをつけていきましょう。あ、手首すごい取りやすい。これはいいね。まあ、落ちはしないけど取りやすいっていう。落ちるかな。落ちないよな、多分な。でも手首はまあ曲がりきらないね。はい。ちょっと飛んでる風を再現してみたんですけど、なんかこの台座すごくて、これ片足の足の裏に棒をはめるだけで、なんかこうやってフィギュア全体を支えられるようになってる。今思ったんだけどさ、これなんだっけ、あのリバルサービームって言うんだっけ、この手から出すやつ。俺これに使うのかと思ってたんだけど、あのよく見ると手首に穴がない。手首に穴がないってことはこれ足につけるような、逆に言うと足にしかつけられない。はい、エフェクトパーツをつけてみたんですけど、最初結構安っぽいかなと思ったんですよ、このSF、まあ、エフェクトパーツ安っぽいんですけど、結構雰囲気出てますよね、すごい。で、今回もまたすごいのが、エフェクトパーツを直接台座につけてフィギュア全体を支えるっていう、なかなか荒技をしてきますね。これちょっとあのアベンジャーズでロキを逮捕する瞬間のあの感じあんなに武器は出ないけど、でもやっぱいいね、雰囲気は出てるね、すごい。やっぱね、この小さい丸い台座がないと立たないね。大きい台座で立たせるのも多分いいと思うんだけど、やっぱ台座がないとね、すごく立たせにくいね。足首が曲がらないから。で、あとね、肩はやっぱパーツが擦れちゃうんで、ちょっとなんか動かしにくい。あんまり動かしちゃダメな感じがするそう、ここの後ろにある、ちょっと見えるかな、この後ろにある出っ張りがさ、こう肩曲げた時に下に入り込んじゃって、ここが擦れていくんだよ。で、あとここ右腕の関節がね、緩い、もうすぐ取れそう。まあ遊ぶにはちょうどいいかな。うん、遊ぶには本当にちょうどいい。見栄えも割といい、シルエットとしてはね。可動がまあ独特だけど、まあ、可動は別に悪くはないとは思うんだけど、やっぱなんか足首とか肩の部分は結構気になるかなっていう感じだよね。はい、今回はリボルテック山口、リボルミニからアイアンマンマーク6でした。個人的には結構気に入ってますね、これ。結構あの、見栄えだけ良くて、飾るだけになっちゃうフィギュアって割とあると思うんですけど、これはまあすごく動かしやすいし、見た目もいい感じに雰囲気が出てるので、個人的には結構お気に入りです。この動画が面白いと思った方、いいねやコメント、チャンネル登録をお願いします。バイバイ。